風間林平です。今回の作った遊んでサイエンスは割り箸。この割り箸を使ってこのダヴィンチの橋というのも作ってみます。準備するのは割り箸ですけれども、なるべくまっすぐなものを選んでください。割った割り箸15本、これでダヴィンチの橋を作っていきます。まず割り箸をこんな形に置いてください。これが基本の形になります。次は2本です。2本をここから刺していきます。反対側から2本入れていきます。下が滑らないですからね、少し滑った方がいいですね。次はこの下に、右側の下に1本入れていきます。ここから1本、もう1本、こういうふうに入れていきます。これでダヴィンチの橋ができました。これ丈夫なので教科書をこう載せても意外と頑張って、さあこれもそうかな、頑張ってこんな感じで頑張ってくれてます。どうでしたか？ダヴィンチの橋、このロープも釘も一本も使わないで作る橋です。でもこれは今割り箸で作りましたけど、実際は本当の木で作ったそうです。バラバラになります。皆さんも割り箸15本で作ってみてください。